どうも皆様こんばんは、すすです。今回はですね、誰でも簡単に接近戦マスターということで、ジャンプ打ちについてやっていきたいと思います。このゲームは皆さんやっていてお気づきだと思いますけど、かなり近くなってくるとほとんど SG でのジャンプ打ち対決になってくるため、ジャンプ打ちはですね非常に重要な、要素となってくるわけですね。で、始めたばっかの人とかはジャンプ打ちとかあんまりやったことないとか、なかなか当てれないなとか、で自分が見ててすごく気になった打ち方をしている方がいたので、その方たちのためにですね、ちょっとこの動画を作ってみました。ではですね、一番重要なことはこのスクリーンショットを見ていただいて分かる通りに、基本的に頂点で打ってください。一番ジャンプした時の高い位置で打つのがいいと思います。他の方の配信とか動画を見ていてですね、ジャンプして着地して打つ、ジャンプして着地して打つみたいなことはちょっと見かけたりしますけど、正直それはもう飲んでにやめた方がいいと思います。なぜと言われますと、着地して打つと、地面にいる瞬間がちょっと一瞬長くなります。ジャンプ打ちは相手の球をかわすっていうのが非常に重要になってくるので、地面にいる時間をなるべく減らした方がいいです。着地打つジャンプだと、止まってしまっているので、こっち側というか、打つ側としてはすごく助かるので、メリットの一つである的を絞らせないということが、ちょっとできていないということなので、あまり良くはありません。その他のメリットはですね、簡単に言えば点ではなく線で捉えることができるというところにありまして、着地して打つってなると相手の正面しか攻撃できないです。で、ジャンプ打ちの場合は上にいるために相手の次、ジャンプするところを、先打ちということができるので、簡単に言えばこういう今矢印が出てると思うんですけど、こんな感じで、先読みを込みで攻撃できるっていうのが、その他の一つのメリットでありまして、あとですね、ヘッドショットに入りやすいっていうのもあります。地面から打つとですね、ほとんど胴体とかに当たると思うんですけれども、上から打つということは相手より高い位置にいる、ヘッドショットの頭の位置が近い、ヘッドショットの頭の位置が近いとおかしいですね、ヘッドに入りやすいっていうのがありますので、 SG はかなり接近戦だと強力な武器なので、ヘッドに入ると相手が一瞬で溶けてしまう時がありますので、打ち下ろしが確率が増えるんですよね、ヘッドに入る確率が。なので、上から叩くっていうのもかなりいいメリットになりますので、ヘッドでワンパンっていうのはかなりいいと思います。では実践編ですね。これはアップデート前の、ビデオクリップ3つになりますので、ちょっと吸い込みがですね、こっちの方が高いんですよね、今やってるやつより。なんですけれども、意味合い的にはこんな感じっていうなので、そこはちょっとご了承ください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。良ければチャンネル登録、あと Twitter のフォローなどよろしくお願いいたします。これからもですね、フォートナイトはいろいろアップデートとか入ってきますので、気になる点があったらですね、動画化していきたいと思いますので、よかったらよろしくお願いします。ではまた皆さんどこかでお会いしましょう。じゃあの。